7月2日、マイナビーオールスターゲーム2024のファン投票最終結果が発表された。新庄剛志監督が指揮を執る日本ハムは、指名打者を除き見に9部門でトップ選出。ファイターズ勢による9援ジャックが話題となっている。ところで9援ジャックといえば、新庄監督の現役時代の代名詞でもある。阪神と日本ハムで計7度選出され、 何度も主役の座をかっさらってきた阪神時代下向き黒三角1999年94年と97年にも救援に出場しているがいずれも無安打お祭り男の本領を発揮したのは3度目となる99年だった第2戦に2番レフトベスタメン出場すると第1打席で黒木智弘ロッテからオールスター初ヒットを記録 セ・リーグ通算戦安打となったこの一打を皮切りに猛打賞で勝利に貢献したセパ分立50周年記念試合と銘打たれた第3戦ではトップバッターで出場3回にタイムリー6回のソロ本塁打でせの全得点を叩き出して MVP に選ばれた下向き黒三角2000年阪神でのラストイヤーとなったこの年の第3戦は 故郷である長崎県のビッグ・エヌ・スタジアムで開催8回に先頭打者として打席に立つとフルカウントからも立進二西部の投じた146キロを強振本人も打った瞬間にホームランと確信したあたりはスタンドを越えて場外へと消えていった MVP こそ逃がしたもののこの一発で優秀選手賞を受賞翌年からはメジャーリーグに活躍の場を移した 日本ハム時代、下向き黒三角2004年、新庄が、お祭り男、の本領を発揮したのは、日本ハムの一員としてオールスターに初出場入りしたこの年からだ。外野手部門最多得票で選ばれると、前半戦最終戦でのヒーローインタビューで、オールスター MVP は僕のもの、と予言。その言葉通り、旧史に残る名場面を演出する。第2戦の3回、 西で三塁ランナーに立った新庄は、小笠原道博、日本ハムの打席で、一瞬の隙をついてホームスチールを完行。捕手、矢野昭弘、阪神のタッチよりも一瞬早くヘッドスライディングで本塁へ突入し、オールスター史上初の快挙を決めてみせた。宣言通りに自身2度目の q n m v p も受賞した新庄は、この年起こった球界再編問題を意識して、 これからはパ・リーグです。と立ち台で絶叫した、下向き黒三角2005年、2年連続で外野手トップ選出となった新庄は、第2戦のゲーム前に長野オリンピックスタジアムのグラウンドへ登場。胸に、新庄、セネーム部分に、ファイターズ、とあしらわれた特別ユニフォームをお披露目し、そのまま試合に出ようとした。ところが審判団から、規則違反。 との指摘が入って目論見みはとんざ。せっかくのお祭りなのに、とファンが落胆したのもつかの間、8回に代打に立った際にはなんと黄金のバットで登場。これも規則違反だったが、お祭りだからと黙認され、大いにファンを沸かせた、結果はセカンドゴロ。なお、この年の球援では2試合ともダイヤモンドが埋め込まれた特別仕様のド派手なスパイクで出場していた。 下向き黒三角2006年現役ラストイヤーのオールスターでも新庄は新庄だった神宮球場で行われた第一戦はヘリコプターで登場するというプランこそかなわなかった国の許可が必要だったが下りなかったものの電光掲示板がついたベルトを着用し n e v e r m i n d w h a t e v e r i d o f ズ・ n イ・ s m y t r e a s u r e ほっとけ俺の人生だファンは俺の宝物 というメッセージを流しながら登場。打席にはレインボーに染めたバットまで持参していた。ところが、電光掲示板は4回にダイビングキャッチを観光して破損。レインボーバットも8回に岩瀬ひとき中日、の直球を打った際に粉砕され、ファンも両軍ナインも大爆笑。新庄はそれでも懲りずに第2戦で新しい電光掲示板付きベルトを使用し、IU、 とファンにメッセージを送った今年のオールスターに新庄監督は出場しないだがファイターズナインには監督の「お祭り男精神」を見習って地元開催の救援を大いに盛り上げてほしいものだ。